ブームしすぎだよ。やんちゃしすぎだよ。ゴーゴいや、太ってないですね。まあ、10g 減ってるぐらいかな、はい、この間が560g だったから、はい、はい、じゃあちょっと買おうか。はい、ララちゃん顔にして、あの、チモシーもペレットもどっちもよく食べてます。ペレットよりもチムシーが好きですね。あ、いいですね、はい、何グラムかは分かります？チムシー測ってない。ペレットは12測って1日に、うん、1日12ね、はい、先生66っておっしゃったから。そうそう、だから全部あのちっちゃいやつは食べないんですよね、はい、結構そのはい、今度お腹下がるね、うん、まあペレットが12で止めとくといいですよね。そしてお腹すくからチムシも食べてますよね、すぐね、うん、お腹は柔らかいね、はい、はい、ゲージが結構高いゲージだもんですから、はい、あの木かじりますでしょ、で、入院したっていうんで、そこの人が、プラスチックのこの、あの、あれですね、何ですか、あのステップ、ステップ床の、いえいえいえ、あの背が高いから、はい、ステップがないと足を折ったりしますでしょ、ドンと押したり、はいはい、ああステップね、うん、はい、階段ね、そう階段というか、はい、押したらあのプラスチックのやつガリ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 かじって、ほんとそんなにかじってるんだ、穴開けて、それで木ならまだあれですけど、はい、食べてないですよ、だからもう踏んでやってるんですけど。で、咳は全然してないですか、最近は。全然じゃないですけど、減りましたね。全然じゃないけど、してる。はい。なんかここのところ、あんまり効かないですね。毎日はしないみたいです。まあ、一応やっとこうか。1分やって、こう先生。それから、チモシーとかペレットとか、そういうものを食べるときはあれですが、あの何ですか、あの赤いあのちっちゃっとしてる、なんだラクソトン、ラクソトン、はい、何やらってギシ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 って、はあの音がするんですけど、あのあ、まあギシギシ歯をこう擦ってるのはそんなに悪くはないんですけどね、伸びてるわけじゃないですか、ね、ギシギシの音がそんなに悪いとではないと思いますね。あ、そうですか。ちょっとおとなしくなりましたでしょう。ね。うん、ね、うん。前のことも大人になったんでしょう。まあ確かにでも12月。はい、1月。あの1歳と7月前だから5ヶ月ぐらいだもんね。大人になってます。特にそのかじられたあの角のところに全部段ボールをやって、もう送りばせながらテープで貼ってやったらまたおとなしくなって、ごめんね、これつけさせて、よしよしよし、はいはい、じゃあ、はい、吸入します、はい、はい、吸入と酸素して、はい、また薬が4週ですよね。ちょっと時間くださいね。はい、なんか行けないみたいだから、はい、ちょっと時間がいる。この子のカゴ書いていいですか？はい、いいです。貸してください。はい。あらら、取れちゃった。なんで？ちょっと待って。買うときはこれしかなかったけど、もっと軽くていいのがありますね。はい、じゃあ待ってます。はい、じゃあちょっと。